どうもこんにちは。CF レッツ鎌倉本店の川崎と申します。CF レッツのホームページ開いていただいてですね、私のページ見ていただいて、この動画を、見ていただきましてありがとうございます。私の経歴をですね、軽く話させていただいたらと思います。もともとですね、大阪でですね、賃貸仲介業を、11年、そちらも従事しておりまして、で、不動産業をずっとこう社会人になってから、してまして、で実際私自身は不動産屋さんでしか勤めたことがなくてですね、で、以前の賃貸仲介業で働いている中で、非常に仕事自体は好きでですね、日々充実をした、この日々を過ごしてたんですけど、やはり先を見た時にですね、賃貸仲介業メインで仕事をしているというところについて、これだけじゃちょっとどんどん厳しいなというのがですね、業界の、中でもどんどんこの話が出てきまして、で、本当に僕が以前にいた会社に関しては、賃貸仲介業というところのリーシングというところだけに特化した会社でしたので、周辺業務 その管理だったりだとか、あとは売買だったりだとか、あとは弊社 CF レッツがメインで行っております収益物件の取り扱いだったりだとか、そういったことというのはですね、基本的には何も行ってなくて、賃貸仲介業というのをほぼ一本でやってたというところだったんですね。で、どうしてもですね、それが年々人口の減少だったりだとか、景気があんまり上向いてこないということもありまして、さらされている方自体が少なくなってきているなというのが、実感になりまして、で、売上の数字的にも、そんなにガツッと下がってきてなかったんですけど、徐々に目減りしていったらなという感覚は自分の中でもありまして、それが会社というよりは賃貸仲介業全体を通してですね、そういったような、数字の動き方をしているなというのが肌で感じておりまして、でこのままじゃまずいということで、目を向けたのがですね、不動産のコンサル業というところに、目を向けまして、不動産の、トータルアドバイザーというか、不動産にまつわることであれば何でもこう答えれてですね、何を聞かれても自分の方で対応できるという人間になりたいなと思って、転職を考え出したというのがスタートでして、で探す中で CF レッツという会社を見つけまして、でそこで倉橋社長をですね、バカに聞くするという、本を読ませていただいてですね、この人すごいなと思いまして、この人の元で働きたいと、いう思う一つでですね、関西を離れて、こちら横浜の方に今来て働いております。実際、現在ですね、日々仕事している中で、実務の業務として行っているのが、基本的には仕入れの業務をメインに行ってまして、私は区分もアパートも両方とも携わらせていただいておりまして、日々物件を集めているんですけど、これも至るところで言っていることなんですけど、不動産投資自体 の市場というのは非常に活況だということがですね、肌にひしひしと感じておりまして、例えば私たち、セミナーを行った時とかだとか、外部でこう、外に行ってですね、そのセミナーの会場を借りてやってると、必ずその会場の付近ではですね、また同じようなセミナーを開いているような別の会社さんがあったりだとか、あとは自分の周りもそうですけど、不動産の書籍に関してもですね、その投資に関する本だとか、私の知っている方とかもこう書いたりとかもあるんですけど、この不動産投資というもの自体 この熱があるっていうのは、日々感じてはいるんですけど、実際売り買いする物件となりますと、これがもう本当にない、というのがもう日々感じてまして、一日そうですね、区分もアパートもそうですけど、どうなんでしょう、一人営業までどのぐらい見てるかってちょっとわからないんですけど、1日単位で大体100件か200件ぐらいは、新規物件としてこう、僕らが探そうと思っているサイトとかにどんどんアップされるんですけど、ほとんどですね、ダメな物件ばっかりで、その中で、ふるいにかけていきますと、いろいろこう目安になるような項目があるんですけど、本当に1件2件手のひら乗るかなどうかなっていうところで、で実際それでいいと思ってもですね、問い合わせてみましたら、もう買い付け入りましたよとか、
あとは、まあ物件そのものがありますんで、じゃあ今から下見行きましょうかって現地行きましたら管理状況が非常に悪くて、お客様にこのご提供できるようなものじゃなかったりだとかということですね。本当に仕入れの業務が肝になってくる仕事だなというのは思っております。で、まあ、私もですね、これから7月の末にですね、この鎌倉の方立ちましたら大阪の大阪支社の方にですね、戻るというか、元々の、採用地というのが大阪で、僕もまあ大阪が好きで向こうで働きたいという気持ちもありましたので、一時期なんか修行に来ているということはあるんですけど、向こうに戻りましてですね、このこっちの、市場ですねを向こうの方にお伝えして、で、大阪の、投資家さんなりにこの首都圏の物件を買っていただく、またですね、この業界、どういうふうに市場が動いていくのかというのは分かりませんので、逆に今はこの首都圏の方が活況になっているのが、逆に逆転して大阪の方が活況になってくるということも重々に考えられると思います。なので、ポートフォリオ形成の中でですね、首都圏の物件ばっかり変わるんじゃなくて、大阪でも有料の物件を仕入れてですね、首都圏のお客様には大阪の物件を買っていただいたりとかという形で、そこにですね、いい情報をもたらせるようにというふうに思いで、日々働いております。私自身まだまだ未熟で、全然これからもですね、もっともっと頑張らないといけないなと思ってるんですけど、不動産に関して、先ほど言ったんですね、コンサル業の、何を聞かれても対応できるというところの人物が自分の中でなりたい人間になりますので、これからもですね、お客さんのためにですね、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、何かありましたらご相談事があれば私に相談いただければと思います。では今後ともよろしくお願いします。